それでは皆さんこんにちは、そうかしゅうです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではスニーカーやファッションにまつわるレビューや店頭抽選の様子を中心に、バンドの音楽活動、食や旅といった幅広いカテゴリーの動画をお届けしております。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあということで、本日お届けするのはスニーカーのレビュー動画ということで、私のスニーカーレビューはそのスニーカーのモデルや詳細なんかはもちろんのこと、どう履くかということにフォーカスして、自分なりに組んでみたコーデなんかを交えながらお届けする動画となっております。さあということで、本日お届けするスニーカーなんですが、これはですね、僕がライフワークとして楽しんでいるコレクションからの一足ですね。何言ってんのっていう話なんでございますが、まあスニーカーが好きだとですね、まあ、コレクションしたり発売されるモデルをどんどん買ってったりということもあると思うんですけれども、それとはまたちょっと違った形で楽しめる、まあ、僕のスニーカーライフでもとても大切にしているコレクションでございますけれども、この一足に関してはかなり、僕としても納得しておりますし、めちゃくちゃかっこいい一足ということで届きましたので、ご紹介していきたいなというふうに思っております。それではまずそのスニーカーボックスの方から紹介したいなと思うんですが、そのスニーカーボックスがこちら。はい、ということでこちらのボックスを見たらお分かりでしょう。こちらに書いてありますね、ナイキバイユーということで、ナイキが展開するカスタムスニーカーのサービスからの一足ということで、まあ、このサービス自体はね、皆さんご存知だと思うんですが、まあ、ナイキバイユーと一口に言っても、果たして浅岡はどのモデルをチョイスしたのかというところでですね、ご注目いただければなというふうに思っております。それでは肝心のその中身の一足ご紹介したいなと思うんですけれども、その一足こちら、どん、ということで、こちらのですね、ナイキエアーフォースワンミットのナイキバイユーの一足でございます。さあということで、こちらの一足、ナイキエアーフォースワンミットをですね、カスタムしてみたよということでお届けしていきたいんですが、でこのナイキバイユーというコレクションに関してはね、かなり思い入れも強いですし、僕も定期的に非常に楽しませていただいているコレクションなんですが、もうね、めちゃくちゃ楽しいんですよ。もうこのナイキバイユーってこのカスタムサービス、もうね、皆さんご存知だと思いますし、作ったことあるよって方も多いと思うんですけれども、今日はね、前半このナイキバイユーの魅力についてですね、存分に語っていきたいなというふうに思っております。でこちらのナイキバイユーというサービスはですね、ナイキが展開するカスタムスニーカーのサービスですね。もちろんね、制限はあるんですけれども、自分の好きなモデルを選んで、好きなカラー、好きな素材にカスタムしてお届けしちゃうよというカスタムシリーズでございますが、まあ、いろんなね、ブランドでカスタムサービスあったりするんですが、まあ、ナイキのこのカスタムサービスに関しては、まあ、群を抜いて自由度も高いですし、たまにね、限定の素材とか、こうヘビ柄使えるよとか、なんかね、そういったですね、サプライズなんかもたびたびあるので、そのためにですね、僕も楽しませていただいているんですが、今回のこのエアフォースワンミントのカスタムはですね、レギュラーのカスタムサービスですね、特に特殊な素材を使っているということもなく、レギュラーでいつでも皆さん買えるというようなモデルで、ぜひね、この動画を見て作りたいと思った方が作れるようなですね、モデルをチョイスしたいということで、今回はレギュラーのですね、エアフォースワンミントのカスタムをしてみました。でこのね、ナイキバイユーを作る際にですね、大きく2つのジャンルに分かれるんですよ。1つ目がですね、サンプリングカラーを落とし込むと。例えばじゃあ AJ1 のシカゴカラーをエアフォースワンに落とし込んでみようとか、有名モデルのカラーを落とし込んでみるとか、そういったですね、参考にするモデルがあって、それを落とし込むというようなですね、作業もこのナイキバイユーでできるんですけれども、もう一つが僕一番好きなんですよ。オリジナルカラーブロッキングで作ると。これがですね、難しいんですけど、めちゃめちゃ楽しいんですよ。やっぱりね、ありがちなですね、このトーボックスとクォーター真ん中の部分を一緒にするカラーとか、あとこのチップと後ろのかかとのパーツを一緒にするカラーとか、大体そういうカレッジパターンとか、そういったまあ有名なですね、モデルを参考にしたカラーブロッキングしがちなんですけれども、あえてそこをせずに、悩みに悩み抜いてオリジナルカラーを作るという、この作業がですね、こうスニーカーを楽しむ上で、まあ、人
気モデルを追っかけたりするようなフォーカスとはまた別の視点でめちゃくちゃ僕は楽しんでるサービスなんでございますよ。これね、新しいカラーパターン作るのってめちゃくちゃ難しいんですよ。あーでもないこうでもないって毎回ね 2,30 個作って、その中からこう磨き上げて一足を作るみたいな作業で結構時間がかかるんですけれども、まあ、新しいカラーブロッキングを思いついた時の達成感というか、でさらにこの現物が届いた時の満足度っていうのはね、思い出も含めてめちゃくちゃ強くなりますんで、まあ、今回もめちゃめちゃ気に入ってるんですが、まあ、このね、オリジナルカラーブロッキングで作るナイキバイユーをですねやるときに僕がですね一番参考にしているのが、あの僕の大好きなブランドキスのですねフットウェア部門のカメラマンをしているタイラーさんというですねカメラマンがいらっしゃるんですが、この方ねもうねナイキバイユーマスターなんですよ。まあ、僕はねインスタをフォローしているので、この方ね結構な頻度でナイキバイユーやられるんですよ。でレギュラーのバイユーも得られますし、限定のバイユーが来た時もやられたりするんですが、その時にね絶対カラーサンプリングはやらないんですよ。有名モデルのカラーとか落とし込まずに完全オリジナルで毎回作ってくるんですけど、そのねスニーカーたちがねまあかっこいいんですよ。今までにないとか、うわこここのカラーにまとめるんだとか、あここのパーツ一緒のカラーにしちゃうんだとか、うわミッドソールでそのカラーぶち込むんだとかね、もう見るたびに発見があって驚きがあって、僕は師匠と呼ばせていただいてるんですけれども、そんなねナイキバイユーの師匠タイラーさんのですね投稿を見つつ、今回はですね完全オリジナルで組んでみました。そのタイラーさんの真似をしたりとかもするんですけれども、まあ、今回は自分にですね、まあ、課題ということでこのエアフォースワンミッドでオリジナルで作ってみようということでですね、たどり着いたのがこちらのカラーでございます。これめっちゃかっこよくないですか。まあ、詳しいカラーパターンについてはねディテールチェックの時にやりたいと思うんですけれども、我ながらねこの白とグレーのバランスとか、あとセールの入れ方とかもね非常にかっこよくできたなということで、実物届いた時に思わずおおとこれいいじゃんっていう風になったわけなんでございますが、まあ、この瞬間がたまらないんですよ。まあ、普段ねこう自分の洋服作ったりっていうそのクリエイティブな面でですねいろいろシックアップしたりするわけなんですが、まあ、このナイキバイユーで作る時の気合の入り方というか頭の動かし方ちょっと別格ですね。みんな知ってるモデルだし、ある意味こうカラーパターンが限られてる中で新しいものを作るっていうのはですね非常にクリエイティブでめちゃくちゃ楽しい時間でございますんで、まあ、そういったですねこのナイキバイユーでオリジナルを作るというですね、楽しみもこの、チャンネルではですねお届けできたらなというふうに思っております。それでは早速こちらのねエアフォースワンのディテールの方をチェックしていきましょう。さあということでこちらディテールのチェックをねしていきたいなと思うんですが、いや見てくださいこの感じ、もうね特にこのね白を差し色としてですねいかにこう面積をこのグレーのねスウェードと取るかというところに非常に悩み抜いたんですけれども、まずこのグレースウェードねめちゃくちゃ美しいですよね。このグレースウェードで作りたいなと思ったんですよ。っていうのもあのグレー一色のねあのニューヨークフォースワンミッドあったじゃないですか、あれがですねやっぱかっこいいなということであれも欲しかったんですけれども、ちょっと自分でねこう作る上であのフォースワンを参考にしつつ、あのグレーでもっと欲しかったの何かなと思った時に僕はこのねホワイトの要素がもっと欲しいなと思ってたんですよ。なので、まあ、今回はちょっと多めにですねホワイトの要素を入れてみました。このねアイレットシューレスホール部分とスーシュ、そしてですねこちらのかかとのパーツですね、そしてミッドソールと、ここをですね僕はホワイトにしまして、でこのねホワイトだけだとねちょっとやっぱチープになるんですよね。運動靴感というかなかなかちょっと高級感とか大人っぽさを出すのは難しいんですけれども、このねアウトソールとこのかかとのですねタブ、ここにですね僕はですねセールカラー使ってみました。そうすることによってね一気にちょっとこう大人な雰囲気が出るというか、これ多分ねオールホワイトだと温度感が伝わらないちょっと冷たい印象になるんですよね。冷たくてちょっとチープになっちゃうんですよ。それを避けたかったのでこのやっぱセールカラーって温かみヴィンテージとかやっぱ時の流れを感じさせる色でございますので、まあ、それを加えることによってこの白とグレーのこの無機質な感じに温度を加えるというところでバランスとって非常にかっこよく仕上げてみたよというようなですね一足になってますね。でシューレスに関しては僕のブランドサンプルズのナチュラルカラーのですねシューレスに書いておりまして、デュブレについてもサンプルズのデュブレに書いております。まあ、このねナチュラルカラーのシューレスの相性もバッチリですし、まあ、このねセールカラーを入れることによって温度を宿すというか、まあ、そこがですね今回のちょっとカスタムのポイントになって
ってますし、あと思い切ってこのねスウェードをかなり大きめの面積に配置したというのもある意味チャレンジでありましたので、そういったチャレンジとか細かいですねこだわりも考えながら作ってみたよというような一足でございますね。まあ、履くときはベルトはフリーにしてこんな感じでダルッと履こうかなというふうに思ってる次第ですね。いやーこれはちょっとバランス的にもかなりご満悦な一足でございますね。いやーかっこいい。さあということでエコちゃんディテールチェックしましたがいかがでしたでしょうか。もうこのスウェードのバランスとかレザーの入れ方とかかなりですね僕も仕上がりは満足しておりますので、ぜひねこれ見ていいなと思った方は真似して作ってみてください。さあここからはですね毎回恒例のですねで紹介コーナーということで今回も2パターン組んでみました。まず1つ目がこちら。はい、ということでこんな感じで組んでみました。こちらですねまずキャップがですねエイメとニューエラのコラボによるですねスナップバックのニューエラのストライプのキャップ、そしてですねトップスがエキスとバーグドルフグッドマンのコラボによるクォータージップのトップス、そしてパンツがですねこちらこの間のニューヨーク旅で購入したエメレオンドーレのホワイトのパンツ、そして足元にこちらの一足という感じで組んでみました。でこちらのねエアフォースワンミットってね本当にフォーマルにも全然履けるなというようなカラーリングに作ってみましたので、まあ、そういった意味でもちょっとカチッとした格好に一つ目合わせてみようかなということで組んでみた次第でございます。でパンツもね、まあ、こういった背景のスニーカー高めのカットのスニーカーって割とこう裾がすぼんでるようなスウェットみたいなんですねパンツが非常にこうスニーカーが際立ってかっこよく見えるわけなんですが、あえてねちょっとフォーマルに履くときはこのワイドめなパンツを合わせることによってうまくねこのスニーカーのラフさを消しつつゴフォーマルに合わせられるよというような感じで合わせるのがかっこいいんじゃないかなということで組んでみました。やはりこのね襟付きのトップスとも相性抜群ですし、まあ、このキャップでねちょっとラフに外すっていう感じがですね今回のポイントでもあるわけなんですけれども、こういったちょっとフォーマルなね格好にも非常に合うカラーリングということでコーデ的にもですね幅の広がる一足だということでですね組んでみた次第でございます。一つ目のコーデがこちらでございますね。さあそして二つ目のコーデがこちら。はい、ということでこんな感じで組んでみました。二つ目はですね逆にちょっと対照的にラフに組んでみました。トップスがですね今回のニューヨーク編でですね登場したラファエットとサンプルズのコラボによるですねニューヨーカーという雑誌のサンプリングをしたですねフーディー、そしてパンツがですねニックスとキス、そしてナイキのコラボによる総柄のパンツ、そして足元にこちらの一足という感じで組んでみました。一つ目がねワイドパンツだったので二つ目はですねスウェットということで、まあ、スニーカーが際立つような感じのですねパンツにしまして、で最近ね淡いパープルが大好きということで色物をねあまり合わせてなかったので淡い系で2つ目は、組んでみようかなということで淡いパープルにですねフーディーを合わせてみました。まあ、色はね割と大人めなんですけど、ね、フォルムとしてねこのミットってほんとねちょうどいいんすよね。なんかエアフォースワンのハイってめっちゃ高いんすよ。でしかもエアフォースワンってすごいごついモデルなので、例えばじゃあ AG1 とかダンクのハイってハイカットなんですけどモデル自体がこうシュッとしてて革とかソールとかもちょっと薄めな感じなので、まあ、履けるかなって感じなんですけど、エアフォースワンの履いてねかなりごついんですよ。もうほぼほぼブーツみたいな感じのですね扱いがされるようなですね一足なんですけれども、このミットはねそれちょうどいいんですよね。エアフォースワンのローとハイのほんと中間で使いやすさもほんとねどっちにでもいけるというところがですね、ほんとねこうハイだとちょっと裾とかがたるみすぎちゃうような高さなんですけれども、このミットに関してはうまくねこのたるみに関してもちょうどよく収まってくれるというところが、まあ、ミットの素晴らしい魅力なのかなというふうに思いますし、まあ、スウェットとの相性も抜群な上に、まあ、淡いね今回はパープル合わせましたけどブルーとか、まあ、そういった寒色系との相性はねこのグレースウェードということもあってめちゃくちゃいいので、まあ、そういったちょっとパステルな感じでヤングな感じにも合わせられるし、一つ目のフォーマルみたいな感じにもかっちりいけるよというですね、まあ、非常にこう汎用性の高いカラーということを改めてですね認識した2つのコーデでございました。ということでこちらの一足めちゃくちゃ気に入りましたね。やっぱりね我が子のように愛おしいですよ本当に。まあ、スニーカー好きだったらやっぱり自分のスニーカーって作りたいじゃないですか。まあ、コラボレーションなんかできたらもうそれはそれはもう夢のような話なんでございますが、まあ、一番身近にできるコラボレーションがこのナイキバイユーということで、特にねこのオリジナルを作るっていうのがすごくロマンがあるんですよ。やっぱりね新しいものを作るってすごく難しいですし、労力のいるというかかなりパワーが必要な作業ではある
あるんですが、それを乗り越えた時の喜びしかり、個人的にはめちゃくちゃ楽しんでるコンテンツでございますので、まあ、このチャンネルではですね、まあ、サンプリングもねたまには紹介するかもしれないんですが、まあ、定期的にこのねナイキバイユーでオリジナルのカラーリングを作るというですねことをお届けしていこうかなというふうに思いますので、そういった意味でもぜひ楽しんでってください。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方は、人生高価のグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ネクストムービー、じゃあねー。